今日は以前紹介したトレックの MTB の改造についてちょっと、今いい感じになってきたので、今というかようやくですね、乗れるバイクになってきた感じがするので、まあまた改めてちょっと紹介したいと思うんですけど、今全体としてはこんな感じです。じゃーん、どうですか？すごい自分では気に入ってます。この自転車は実は約30年前に、そうですね、当時14万ぐらいで買った、まあ当時では割と高い部類というか高級な部類の、まあ普通のですけども、マウンテンバイクでした。で、トレック 7000SHX だったかな、名前はですね。でももう原型をとどめてるのは、まあ、フレームと、それから後輪は確かそのままだったと思うんですけど、ギア以外はですね、フレームぐらいですか。あとはもうほとんど変わってます。で、シングルスピード化にしてるんですけど、まあシングルスピードにする前は、まあ、正直言って、まあ、はっきり言ってすごい重たいし、なんかあちこち油切れを起こしてたみたいで、もうBB なんかもですね、ほとんど整備したことがなくって、かなりちょっと乗り心地的にはね、スムーズさがない感じだったんですけど、まあこのシングルスピード化に、した理由はですね、まあシングルスピードバイクが、まあ数年前からやっぱり自転車の中では、まあある意味究極だよねとかね、まあそんなことをちょっと思い出して、まあ自転車好きの人にとってはですね、やっぱり本当シングルスピードって、まあいろんな意味で自転車好きをくすぐるいいところがあると思うんですよね。ただひたすら自転車に乗っておきたい的な人にもいいですし、それから面倒なことがちょっと嫌だっていう人にもね、向いてると思うんですけど、やっぱりシングルスピードにするともうメンテナンスの手間がね、圧倒的に減ってきます。で、ご覧のようにですね、まあリアが何丁でフロントが何丁とかいうのはちょっともうすっかり忘れてしまいましたけども、あんまりそういうそこまでスペックにこだわらないというか、とにかくちゃんと焦げればいいという感じでね、作ってきてるので、まあ最高速がどうのこうのとかね、そんなことは全然気にしてないので、本当ね、この今のこの仕様っていうのはちょっとまあアップライトな感じがわかると思うんですけど、まあ楽な乗車姿勢で乗れるわけなんですけど、まあ、ポタリングですね、まあ、この太いタイヤと、それから、まあ、フォークはまあリジットにしてるんですけど、もうポタリングにすごく向いてます。もうポタリングに関してはもうこの自転車に、今持ってる自転車の中でもね、もう並ぶものがないっていう感じの自転車になってます。だから一番結局、まあ、使用頻度がね、まあ高くなってるんですけど、ちょっと車を置いてる駐車場まで行くのにもこれ使うこと多いですし、まあいろいろいいことだらけっていうかね、でした。まあ何よりね、軽くなってますね。前が3段、それが後ろが6段か7段あったと思うんですけど、それからシフトチェンジレバー、シフトチェンジ関係ですね、シフト周りのものがもうこうね、ブレーキだけになってごっそりなくなってますから、こういうふうにワイヤーのガイドがね、まあこれいらないわけなんですけど、もう1個しか使ってませんね、こんな感じでね。これまあ全部ほとんどね、Amazon 経由でいろんなパーツを頼みました。でこの綺麗な色のハンドルもアマゾンでね、これちょっと本当はもうちょっと幅があったんですけど、パイプカッターで切りまして、
まあほどほどの長さ、まあこんな感じで、まあ自分の肩幅にはまあ割とあった感じなんですけどね、ちょっとあのモトクロスのバイクみたいな感じのちょっとイメージがあるんじゃないかと思いますけどね。それからこのシートですね、これ乗り心地がすごく良くて、もうあのずっとこの自転車にね、このバイクに使ってる感じです。あのパッド付きのウェアは、まあ、このシートであればね、そんなに履かなくてもいいかなっていう感じですね。まああのここに一応あのプーリーというかあのガイド、あのテンショナーをつけてますけど、あの私の好みとしてはですね、あのテンショナーなくてもいい感じです。で近々もテンショナーを取って、まあ、ブレーキじゃないチェーンを短くしようと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそれはそのうち、やっていきたいというふうに思います。まあ、テンショナーはですね、あのちょっとこれ若干メンテナンスがいるからだんだんあのテンションが下がってくる傾向にあるので、時々張り直しをする必要があります。今ちょっとそうですね、まあ10ミリぐらいで、まあ、割と適正なテンションなのか、そんなにまあチェーンがね外れたりとかそういう感じはないんですけど、以前そのテンションの張りが弱い時にはしょっちゅうチェーンが外れてね、なんでか自分がちょっとよく理由が分からなかったんですけど、初めあのテンションの張り不足ということに気づきましてね、今はちょっと外れることはまあないですね。で、まあ、本当にねこのアルミのフレーム自体がすごい軽くて、あのすごいあの優秀なフレームだと思ってるんですけど、うん、すごいあのがっちりした作りというか乗り心地がいいですね。でこういう、まあ、ケンダの、私すごいこのタイヤ気に入ってるんですけど、クラニウムスポーツって、ね、前後ケンダの、26インチかな、ケンダのタイヤなんですけど、こういうブロックのパターンがこんな感じで、まああのちょっとラフロードにもいいし、まあ当然あの舗装路にも全然問題ないという感じで、なんかグリップがすごく良さそうで、まあ、心理的な安心感がありますよね。まあそんな感じの仕様になってます。でブレーキはこういう風に、V ブレーキですかね。フロントは良かったんですけど、リアがね、リアのセッティングはまあ多分そのフレーム幅とかいろいろあるのかどうかわからないんですけど、ちょっとリアのセッティングがなかなか合わずにね、あ、そうですね、ケーブルの張り方がちょっと最初容量がわからなくて、ちょっとなかなか効きがはっきり良くなりませんでしたけど、まあ、今は大丈夫ですね。まあブレーキレバーなんかもね、ごく普通のブリヂストンかどっかだったと思いますけど、まあ、ごく普通の安いブレーキレバーですね。こういうあのこのクランク BB はですね、自分でちょっと入れ替えてるんですけども、まあ、こういったクランクとかフロントのチェーンリングなんかはね、まあ、これは大体多分中国製のものですけどね。チェーンはオリジナルのものを切ってつないでる感じですね。あ、ここに接続部があります。ちょっと錆びてますけどね。で、リアのホイールはちょっと黒で、この前のホイールは新品を新調したんですけど、リアもそれに合わせるためにね、黒にちょっとマットブラックにね自分で塗装してます。でこのブレーキのところまで全部塗装してたんですけど、あのブレーキシューをかけると塗装が剥げるっていうのも分かってたので、ちょうど、まあ、前後お揃いな感じに、まあ、なってきてる感じですね。まあ本当に軽くてね、すごいいい自転車になったんですよね。でフロントも当然ながらあのすごいショックがですね、もう旧式のショックでロックショックというのがついてましたけど、まあ、見苦しいのと、まあ、ほとんど機能してなかったのもあるし、まあ、おそらく重量的にもあの重たいと思ってたので、まあ、この固定式というかね、あの
フィックスドのフロントフォークにしてますけど、マウンテンバイク用ですね。まあ、このやはり素人レベルではね、この、フロントのこの、どうやって取り付けるのかっていうのがね、やっぱりきちんと理解できてないので、まあ、いろんな動画とか本を参考にしながらね、どうにかこうにかガタなくね取り付けることができたんですけど、まあ一番はやっぱりここの下のですね、スペーサーをちゃんとサイズを合わせるということが大事になってくるかなというふうに思います。そういうわけでね、本当に、まあ、いろんな RX3 とか、タロンとかジャイアントですね、それから、まあ、あと何台か自転車ありますけども、一番結構お気に入りというかね、まあ愛着、まあ30年以上もね、このもうほぼフレームだけになっちゃいましたけど、30年近くね、持ち続けて、本当に持ちがいいというか、なんていうか、もう一生ものの自転車になってくれたなっていう感じに思ってます。まあこれからもね、ずっと大事に可愛がっていきたいというふうに思ってます。それからまあもちろんガンガン使っていきたいというふうにも思います。まあ、シングルなんでね、その辺には答えてくれやすいのかなというふうに思います。それではまあね、皆さんにもね、もし古いマウンテンバイクでもう捨てようかなとかね思ってる人がいて、まあ時間に余裕があって、ちょっと自転車の整備がね、ちょっといろいろやってみたいなっていう方がおられたらね、ぜひこんな感じのね改造をしてみてはいかがでしょうかね。すごい自転車のことよくわかるし、うまくいった時のね喜びはやっぱりかなりのものです。まあ本当に新しい自転車をね、新しいシングルバイクを1台買ったようなね、買い替えたようなもう気持ちになれますんで、すごいおすすめです。以上で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではさようなら。